顔がベタベタするのがすごい嫌いなので、なんかクリームとかあんまり好きじゃないんですよね。なんかベタベタするので、だから美容液かこういうジェリーかになっちゃうかな。なんかベタベタするとなんか結構なんていうんだろうな、髪の毛とかパッてついたら、なんか顔についたりするじゃないですか、ベタベタしてると。なんかそれが嫌なんですよね。だから結構さっぱりしたものを使ってます。で、ちょっと全体的につけたら、私はもう夏はこのプリマビスタを使ってますね。これは夏しか使わないです。まあ、これは去年の残りなんですけど、あとちょっと残ってるので、今年の夏は使い切りできるかな。これ1本を1年っていうか、その時期に通して使えないですね。私はあんまりべったり塗るのが好きじゃないので、結構少量ですね。で、塗るのももう鼻はまあ化粧崩れしやすいかな。ここですよね、化粧崩れとかしやすいの。もうなんか中心部分しか塗らないです。なのでなんか少量塗って、なんかボン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 って中心をまんべんなく、とりあえず眉毛のところとかね、汗かいたら取れちゃいますもんね。なんかもう少量塗ったらもう、とりあえずもう中心部分しか塗らないです。あんまりべったり塗るのが好きじゃないので、だからこっちに残ったものをとりあえずまんべんなく中心にポン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 しながら、こんな感じかな。そしたら私はクッションファンデ、これ韓国のなんか陶器肌になるって書いてあったので買ってみました、クッションファンデ。韓国コスメはいいですよね、安いし。なんかツヤファンっていうか、ツヤっぽく見せてくれるので私は好きですね。これも中心部分が主ですかね。じゃん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 。まず中心部分に色をのせて、このアイホールもね、
が乗ってきたかな。鏡で細かいところは乗りすぎた、乗りすぎちゃった。目のところはとりあえず指でなじませながら、よし、大体塗ったら次は、ああこれはイヴ・サンローランもう3、4年使ってるのにクッションがボロボロなんですけど、これをちょっと使ってます。一応さっきの韓国コスメだけだと真っ白くなっちゃうので、これはちょっと肌トーンが肌さっきのよりかは抑え気味なので、もうすんごいボロボロなんですよね。もうこれ捨てようかな。まあなじませるついでにとりあえずなんか伸ばしてる。これ終わりかな。もうボロボロですもんね。もうすごいボロボロなんだけど、捨てるに捨てられないけど今日で終わり。捨てよ。もうクッションがボロボロになっちゃった。ただこっちにすごい少量なんですけど色が染み込んでるので、それを交互に混合しながら、ファンデーションはファンデーションじゃなくて、まあクッションファン、私はクッションファンで使ってるんですけど、一色は使わないですね。さっきの今新しいクッションファンでなんかもうちょっとさっきのは肌トーンがちょっと、アップした色なんですけど、次は肌色に近いクッションファンデを買ったんですね。で、一色では全部やってなくて、中心がちょっと肌トーンが明るめで、顔の周辺は肌トーンが肌色に近いっていう風に2色で私は使ってます。これはもう捨てよう。よそしたらアイメイク、私
こういう粉、何でもいいんですけど、アイホールと眉毛のとこだけ粉をつけます。これは、あれですね、なんだっけ、アイブロウの色がのりやすいためにちょっと。で、まぶた全体にとりあえず下地みたいな感じで、ほぼ色はないんですけどね、下地みたいな感じで、ちょっとピンクが入ったベージュ、これは色をのせるための下地です。眉毛のところも、これもね、もうほぼないんですよ、ほら。ないんだけど、こういう角とかに残ってるので、これを最後の最後まで使い切ってます。こんな感じで。で、下地の色をのせたら、今日は何色にしようかな。ピンクだと色が見えにくいですよね。ベージュ、何色にしようかな。私は割とベージュとかピンクとか、この色使ってみようかなと思ってます。どんな感じか。ああ、でもこれ秋っぽいな、色が。色が秋っぽいですね。でもまあ、いっか。ちょっと試しに。ブラウンはやっぱ秋って感じですよね。何色がいいかな。ピンク、でもブラウン系が多いのかな私は。あとこれもすごい、こっち使ってみようかな。もう何年前だろう、2、3年前に買ったんですけど、この色だったら夏っぽいかな、なんとなく。ちょっと このオレンジベージュみたいな色使ってみようかなと思います。大丈夫かな、あんまり色が見えないかな。こんな感じ。まあ、うっすら乗ってるかな。私は割と手で塗っちゃいます。塗ってるかな、
かな。よいしょ。そしたら眉毛。眉毛も私は粉で描いちゃいます。お、あ、間違えちゃった。失敗しちゃった。こうなんか思い切り描いちゃいますね、私は。なんかアイブロウじゃないや、眉のマスカラみたいなのあるありますけど、なんかあれって何の意味があるんだろうってすごい前々から思ってて、粉っていうかアイブロウだけじゃダメなんですかね。今日はなんか濃いめの眉毛になっちゃいましたけど、ちょっと、まあ大丈夫か。なるほど。チークでも塗ろうかな。オレンジピンク。これもなんかもう10年ぐらい使ってますね。まあ普段チークはしないんで、ただ今動画撮ってるんでちょっと。チークでもしといた方がいいかな。こんな感じ。まあ普段しないで。あとアイラインは、私はアイライン引かない派。引かないですね。引かないけど引いた方がいいのかな。引かないから全然減ってない。でも大丈夫かな、聞かなくても。じゃあマスカラにします。なんか今オレンジメイクが流行ってるんです。で YouTube 見て思ったんですけど、ちょうどなんかオレンジっぽくなったんでよかったんだ。普段あんまり使わない色なんでね、どうかなと思ったけど、ラインは私は引かない。松江くんもやったことないんですよね。なんかマスカラだけ、マスカラもそんなにべったりというか、ごっそり大量には塗らない
さっさと塗っちゃいます。薄くまんべんなく塗れればいいかなって。じゃーん、そしたらもうこれで完成です。私のメイクはめっちゃ楽でしょ。楽というかほぼで、ヘアオイル昔から使ってるのでもう3年目突入だけどまだ全然あります。っていうのがワンプッシュで全然 OK なので、まあ透明なんですけどね、透明のオイルなんですけど、毛先のみ、コテもしなくなりましたね。もう全部捨てちゃいました。昔はコテで巻いてたんですけど、もういちいちコテするのがめんどくさくなって、もう何にもしないです。こんなに、うー、毛先だけオイルつけてこれで OK。こんな感じ。一応メイクは完成。で、リップ。リップは今すごい真っ赤なリップが流行ってる。ですけど、私はすごいこれ赤、真っ赤なんです。真っ赤、もうレッドしてるんですけど、これを最近使ってます。まあほんと少量でいいので、筆にこうやって取って直に塗っちゃうと、試しにね、直に塗っちゃいますけど、結構ね、発色がすごいんです。これすごいでしょ。なので直に塗らず、今直に塗っちゃいましたけど、普段は筆で少量ですごい発色なの。今このリップを派手めの色にしてるから、アイメイクはこうなんかアイラインとかがっつりとか入れずに抑え気味で、リップで目立たせるって感じですかね。こっちも濃い、アイメイクも濃い、リップも濃いって言ったら、ちょっとなんかね、なんていうんだろう、うわって感じになっちゃうかなと思うので、リップが濃いめだから、アイメイクがちょっと自然な感じの方がバランスがいいかなって感じ。こんな感じ。すごいリップ、色がね、発色がすごいんです。
な感じでできました。すごいなんか唇が大きく見えるので、ちょうど よくないですか。なんか韓国風メイクみたい。あんまり日本人でこういう色は結構あんまりしない人多いですよね。どっちかというとピンク系か抑えめなベージュ系、あんまり派手な色しないんですけど、夏だから全然肌色っていうか、肌っていうか夏にいいんじゃないのかなって思います。こんな感じでできました。でちょっともうちょっとツヤ感出したいなって思ったら、私はじゃーん、あれどこ行った、これもな、パールですね。何年だろう、5、6年使ってもね、すごいまだ最後まで使い切りたいタイプなので、まあ少量取って中心からさっさっさーと、ツヤ感がさらに出るかな。なんかもう最近この色が、こういう派手めな色が好きになってきちゃったんですよね。なんでだろう、夏だからかな。昔はこういう色は結構避けてたんですけどね、淡いピンクとかにしてたんですけど、最近派手な色の方が可愛いなと思って、こんな感じで結構光も浴びていいかなー感じできました。なんか、ね、眉毛もサササって描いて、アイブロウとか、アイブロウ なんていうのマスカラとかしたことないんですけど、全然粉だけで十分だし、アイライン引かなくてもマスカラで全然十分ね。ここ口元になんか注目浴びせたいなと思うので、全然これぐらいの派手な色の方が全然いいのかな。超バランス取れてません。で今髪の毛を伸ばしてるので全然無造作です。コテもしない、超楽な、メイクが完成しました。どうですかね。逆にこの無造作が私は好きですね。コテでなんか巻きましたっていうのよりかは無造作が好きなので、はい、メイク完成しました。どうですかね。次はオレンジのリップでもつけようかなと思ってます。また動画を撮ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル
登録してくれると嬉しいです。じゃあまた動画撮ります。じゃあね、バイバイ。